0316首相官邸前大抗議行動を始めたいと思います。私たちは今回訴えているのは大きく3点あって、一つはちゃんと森友疑惑の公文書を全部出せよってことです。もう一つ、じゃあ改ざんは誰の指示で明らか、サイリーの指示でされることになったのか、これを明らかにしろってことです。3つ目、ただそして安倍昭恵を証言喚問しろよってことです。それができないんだったら麻生大臣も安倍総理大臣も全員すぐに辞めるってことです。まずは真相をきちんと明らかにする、これをしっかりやってください。昨日ニュース見てたらまたタイムショーから自殺者出ましたよ。彼のメモには自分が勝手にやったことじゃなくて財務省の指示なんだって書いてありましたよ。このままじゃ自分のせいにされるって書いてありました。なんでやりたくもない不正に手を貸した人が自ら死を選ばないといけないんですか。なんで人が死ななきゃいけないんですか。おかしいでしょ。政治家の指示で財務省がやったんでしょ。なんで実際にその解散に加わった人が死ななきゃいけないんですか。責任取るべきはそれを指示した側の政治家でしょ。佐賀を証人喚問してからってそれで終わるような問題じゃないですよ。ちゃんと真相をきちんと解明してきちんと責任を取るべき人が責任を取ってください。そのために私たち今日も声を上げていきましょう。よろしくお願いします。さっきまでは通します。解散するな。